じゃあお願いします。よーい、はい、はい、ランマクシャルコムです。本日は毎週火曜日恒例のレベルの様子をお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ内容的には 2000×2 本プラス 1000×2 本がまず阿部ちゃんの練習で、その後自分練習としてプラス 3000m1 本をやっています。まあ、ペースとしては 2000m、1000m ともに比較的いつもより余裕の持ったペースでやっています。まあ、特にですね、 2000m に関してはいつもよりまあ、10秒ぐらい余裕はあるのかなと。でその回 1000m で少し最後1本、まあ、ピリッと終われればというところでスタートしています。で名古屋ウィメンズに出るということなので、まあ、少し調整の意味も込めていいイメージで終わりたいという感覚でこの練習はスタートしているという状況です。まあ、調整方法であったり調整する期間というのはそれぞれ独自のものがあると思うので、まあこれが正解という調整ってのは決してないと思っています。まあなので、本人が、まあやっぱり納得した上で調整するっていうのが、まあ一つ大事なのかなと。まあ安倍ちゃんの中ではきっとまあいいイメージを持ってスタートに立てればという感じで、もうこの、なんかあと残りレースまで10日ぐらいという迫ったところから、まあ調整に入ってるかなと。まあもちろん前後の練習内容によって多少設定であったり、まあ本数であったりを調整して、試合まで持っていくという流れだと思うんですが、こういう調整方法っていうのが、ビシッとしたものが決まっていればそれはそれでいいと思うんですけども、もし調整方法が決まってない人であればいろんなことを試してほしいなと思います。まあ、それも慣れだからね。やっぱベーパーいい。ベーパーはいいですね。あ、やっぱ20キロぐらいまです今のところ。まだもう、まあ、それも慣れだからね。ちょっと名古屋はでも清水ので走るんです。おお、もう抜群ですね。うん、いや4キロ5キロとか抜群でしょ。もうむしろハーフで使いたい。ああ、慣れたら42キロもいけるんだけどね。うん、ハーフに何本か寄ってから。そうだね、それがいいかもしれない。あの寄ってればで今リカバリーの最中に、まあ、靴について少し話したんですけども、まあ、調整だったので中身の方は比較的余裕だったのでリカバリーの時に話すことができました。靴という今回の靴に関してなんですけど、ベイパーネクストパーセントと今話題のナイキの厚底シューズをですね、安倍ちゃんが最近履き出していると。まあ最初、まあ、発売した当初は僕らも履いて、まあ、いろんな意見があって、履きやすい履きにくい合う合わないとかいろいろあって、まあその中でですね、最近やっとみんなが結果を出して、それで阿部ちゃんにもいろいろ勧めてはいたんですけども、まあ薄い靴で長年現役の頃から今までレースだったり、まあこういうポイント練習に臨んできているので、なかなかまあ抵抗があったみたいなんですけども、まあかなり僕も含めて周りのランニング仲間がこの靴いいよとだいぶ進めた結果、やっと購入して最近履き出しているという状況で、まあ、履いてみたら結局まあいいと、やっぱすごいですねって話をしてくれています。で僕は基本的にいろんな人にこのネクストにの走ってる感覚っていうのはいろいろ聞いていて、まあストライド走法の人、ピッチ走法の人、まああとはかかとから設置する人、フラットで設置する人、まあつま先で設置する人、プラス男性女性、あと体重とかもですね、その人によっては感覚っていうのは変わってくるので、まあいろいろ聞いて自分なりにこう勉強というか、ああそういう感覚もあるんだっていうのを勉強しています。まあいろいろ聞いてる話だとやっぱり
一番大きいところは、まあ、体重なのかなと僕自身は思っていて、まあ、細身のタイプで軽やかに走るタイプと、まあ、筋肉質のタイプで、まあ、力強く走るタイプであれば、まあ、ウェイパーに関して言えば、特にこのネクストに関して言えば、筋肉質で比較的体重がある、まあ、陸上選手の中では体重がある人が恩恵を受けやすいのかなという印象を持っています。特にチーム MK の中での例で例えると、まあ、緑川くんという比較的、まあ、太ももとかふくらはぎとか、まあ、全体的にもがっちりしたタイプの選手が、まあ、ネクストを履く前と履いた後ではベストタイムっていうのがかなり変わっていて、まあ、もちろん、まあ、本人の頑張りだったり、まあ、練習をいっぱいしたからとかいろんな要素はあると思うんですけども、伸び率でいうと一番ありました。なのでその重い分、まあ、プレートの跳ね返りという部分も大きいのかなという印象を受けています。まあ、ただですね、基本的には全員履き慣れてしまえば、まあ結果は出ていると。まあその理由としては、まあプレート自体が反発をするというのも一つの要因かもしれないんですけども、やっぱり走っていて終わった後のダメージっていうのは少ない。少ないということは、まあ、次の日もしくはまた今度のポイント練習に対していい状態で臨める。それによってタイムも出ると。でタイム出れば、まあ、モチベーションも上がっていくと。でモチベーションが上がればまた練習に向けてやる気が出ていい結果も出せると。まず練習でそういういいサイクルができて、でレース臨むといい練習ができている分レースでも結果が出ると。で結果が出たけどもダメージという分では比較的少ないので、またすぐ練習を再開できるというふうに、まあ、いいサイクルが生まれるのが一番大きいかなと。もちろんプレートの補助という部分もあるかもしれないんですけども、どっちかというと僕個人的にはプレート云々よりもそういういいサイクルが生まれやすい環境に靴が持ってってくれる部分がすごい大きいかなと思っています。僕自身もマラソン終わってからのダメージもやっぱり今まで以上にないかなと。でこの、まあ、いつかですね、その辺もですね詳しくレビューっていうかやっていきたいなと思っているので、もしそういう風なことをする企画がやった時にはまた見ていただければなと思います。で今阿部ちゃんの 1000m ラスト1本やってるんですけども、 800m 地点でゴールをしようとしていて、まあちょっとラストあたふたする感じですけども、まあしっかり追い込めればまあそれで十分なので、まあよく、まあ走ってるとどうしても脳みそにですね、酸素の方が回ってこないので、今何メートルなのか、もしくはラストだと勘違いしてラストスパートをかけてしまう時もあるんですけども、まあそれはそれで楽しんで、あと200とか気持ちを切り替えてしっかりやってくれれば、まあそれはそれで OK なのかなと。まあインターバルだったり、まあ練習の目的としてはしっかり自分なりに追い込んでいい練習したと。思えればそれで OK なので、あまり気にせず、まあ、ゴールを間違えても笑い話としてですね、まあ、しっかりまた切り替えてやってほしいなと思います。で今 3000m1 本自分自身の練習なんですけれども、一応9分ぐらいを目標にということでスタートしています。で、まあ、何度か動画でもですね、もうベベレンの後で 3000m というのを練習でやってるんですけども、まあ9分切りっていうのはここ数ヶ月の中で一番早いペースで
まあ、最近だと9分1桁、その前とかは9分20とか10いくらとかではやっているんですけども、9分切るっていうのは、まあなかなかない、ここ最近では初だったので、まあすごいいい練習ができたかなと。で、マラソン練習をしている中で、スピードが良くなくなるとか、まあ出にくいという感覚はあるんですけども、マラソン練習自体も、まあやっぱりいい練習というか、まあスピード練習をしなくても、まあある程度スピードがなくなるってことはないと思っているので、まあ、疲労さえ取れてしまえば、まあこうやってスピードもすぐ出せるのかなと、あまり気にしすぎも良くないなと思っています。まあ実際8分55を切って走ったのは、まあ数ヶ月ぶり、もしくは1年以上、そういうペースでは、もちろん練習では走ってないのかなという状況で、まあ最近の中ではこの3000はすごい自分の中でも納得のいく3000メートルでした。まあ、しかもこうやってオーダーフィールドだったら、まあ外側を走る機会がかなり多いので、実際もう少しタイム的にももっといいタイムで走ってるなという感覚あるので、まあ余計納得のいく練習でした。今後ですね、まあレースもなくなってきて、まあいろんな事情で中止になってしまっているので、まあ練習動画だけではなく、まあいろんな企画であったり、まあ先ほども言った靴のレビューであったりもいつかやれたらいいなと思っている次第です。なので今後ともランマークチャンネルをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。これからもランマークスチャンネルをよろしくお願いいたします。